それではホームチームからラインナップご紹介します。天野暫定監督が率います FC 岐阜です。前節と同じスタメンです。ゴールキーパーは上田、フォーバック石田、野沢、川上、ムン、ドイツボランチに萩野と北、右に荒垣、左に荒木、ツートップはこの2人で17ゴールを取っています田口と藤岡が並びます。石崎信弘監督が率います。今日は1人メンバーを変えています。ゴールキーパーが大西、3バックは八木下、近石、前澤、アンカーに柴田、その前に山内と永田、今日は右に音泉、左に国分と予想しています。前節までキャプテンマークを巻いていた稲積がメンバー外となっています。ツートップがサンデーと安藤です。 FC 岐阜は下からつないでいきます。引っかかった、ボール奪って出ていきます。永田、1対1、永田が流し込んだ。電光石火の先制だ。チームトップスコアラー永田のゴールでわずか30秒でゴールを陥れました八戸。今シーズン2度目の連勝へ非常に幸先の良いスタートとなりました。岐阜にとっては痛恨の失点となりました。こちらが暫定的に指揮を取ることになりました天野健一監督です。藤岡です。ムンギンジュ、もう一度藤岡が受け取ります。縦に差し込んだ野沢、懐に入れた、反転田口、田口パスにしましたが出てきたのは北、セカンド拾った、荒木のシュートだ。同点に追いつきました FC 岐阜。入れ替わり見逃しませんでした荒木大吾、2戦連発です。チームは新体制になって初めての得点。これで直近4試合で3ゴール目としました荒木大吾。安藤、斜めに預けて柴田、外を使った、中は3人、低いクロス、サンデーを狙いました。セカンドボール安藤、空振りになりましたがここから永田だ。よく防ぎました上田。かなり力の入ったシュートでしたが短く渡してムンギンジュ、戻ってきたボール左に渡します。荒木、1対1かわした、荒木深くえぐってマイナスから藤岡、荒木が1対1で破っていきました。マイナスから山内、短く渡して柴田、不十分です、狙っていました藤岡、左を使った、外から田口、岐阜が湧き出てきます。田口右足、カウンターのチャンスでした FC 岐阜。庄司が不在の中戦っている FC 岐阜、キャプテンの庄司です。川上、いい出足でした。セカンドボール拾って永田、川上がいなくなったスペースをついた、瀬野、サンデー中央、瀬野切り返した、瀬野左足、勝ち越し八戸。やはりジョーカーです瀬野。川上が出足よく出ていっていい守備をしたんですが、そこで空いたスペースをサンデー瀬野が強襲しました。中も見ながらでしたが非常に落ち着いていました瀬野直也。FC岐阜選手交代のお知らせ。ゴール裏は緑のサポーター、岐阜のサポーターです。ファーサイドヘディング、こぼれている、後ろから松本、もう一度シュート、ファーサイドで浮いていました松本。押し込む時間が増えてきました。相原、低いボール、セカンドダイレクト、おいしいボレーでした。
エの深い時間帯うまくかわした石田、流し込む松本、クロスボール目の前に当たりました。浮かせてくる、ここも跳ね返します。セカンドボール北がいた、リフレクトしましたが大西マイナスを使う、北間を通した、外から切り返す、パスにしました、外側から松本、そして長い笛が吹かれました。バンダーレ八戸今シーズン2度目の連勝となりました。一度は追いつかれましたが4試合ぶりの複数得点を持って上位の岐阜を破りました。対する岐阜にとっては天野暫定監督での初陣、今日勝てば3連勝とはなりましたが勝ち点をつかむことはできませんでした。